さあ、もう一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼き炭で売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきに炭で売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってん。って、すでに食ってやがる。つうことは、もう焼けてんのか。かっ、いい匂いじゃねえか。わかった。とりあえず、腹ごしらえといこう。全部食べるなよ。俺様にも二つぐらいよこせ。